折り紙プロダクション津島義明です。セブン8ミュージックキュレート始まりました。今日も音楽好きな皆さんにとって有益な情報をご提供していこうと思いますが、先々週より文化の盗用というテーマでお話をしてきましたが、今週でついにラストとなります。文化の盗用というのはですね、それぞれの地域、国、それから民族の中で生まれた独自の文化の表面だけを利用して、間違えた形でこうアウトプットしてしまうということをですね、言うわけですが、先週はですね、アメリカの黒人以外が、ヒップホップをやるということはですね、果たして文化の盗用なのか否かと、そういったテーマの中でですね、アリアナ・グランデの漢字の、タトゥーの話を、して終わったと思うんですが、今週はですね、その続きをお聞きいただければと思います。もう一つですね、興味深い話があるので、ご紹介させていただきたいんですが、レゲエの世界にマイティクラウンというですね、日本人の、サウンドシステムがいるんですね。これすごく独自の文化で、なかなか説明するのが難しいんですが、例えばラップで言うと、ラップバトルみたいなものがあるように、レゲエの世界では、音源をかけてバトルをするっていうのがあるんですね。分かりやすく言うと、DJ の戦いみたいな感じですかね。レゲエの世界では DJ っていうとまたちょっとニュアンス変わっちゃうんで、セレクターなんていう言い方をするんですけど、とにかくですね、世界中のそのサウンドシステムたちが集まって、どのチームが一番優秀かっていうのを争うわけですが、その戦いの、ワールドクラッシュというですね、世界大会があるんですね。でそこで初めて、日本人として、というよりもアジア人で初めて、優勝したのがマイティクラウンなんですが、その時のですね、出来事がすごく面白いんですね。いわゆる黒人、特にですね、ジャマイカから生まれた、レゲエという音楽なので、当然ですね、黒人たちが主人公なわけですね。でそういう中にアジア人が入った時に、最初は結構ブーイングが起きるんですね、お客さんから。ただですね、これマイティクラウンがすごいところは、お客さんに対して言うわけですよね。まずそのブーイングをしている人たちに、言いたいことがあると。俺たちはその日本からやってきたと、遠い国で、レゲエ発祥の地ではない。ただ、あなたたちのレゲエという音楽は本当に素晴らしい音楽で、だからこそ極東に住んでる僕らの元にもこの音楽が届いたんだと、つまり僕らは本当にレゲエという音楽をリスペクトして、深く歴史を掘って、レゲエを理解していると、だからつまりあなたたちを愛しているんだと、そして世界中に広がっていたレゲエという音楽に、みんなもっと誇りを持つべきだと。もしそのレゲエという音楽に誇りを持っているんであれば、このアジアでレゲエを学んだ僕らにもリスペクトをくれないかと、そういったことを言うわけですね。そうすると今まで、親指を下に、ブーイングをしていた人間が一気に逆転するわけですね。そういうタイミングにまた面白い楽曲をかけたりして、どんどん盛り上げていって、結果優勝しちゃうという出来事があったわけですね。
話を戻しますと、アジア人がヒップホップをやることが文化の東洋化否かということで、アリアナグランデとマイティクラウンの話をさせていただきました。この話を総合するとなんとなく分かってもらえると思いますが、まずは差別の歴史と大きく紐づいたカルチャーであるという時に、それを利用するっていうのは、かなりリスクがあるんですね。ロックもヒップホップも黒人カルチャーから生まれたものなのに、なぜロックは OK でヒップホップはダメなのか。これはですね、ロックは長い時間をかけて世界中の人々のものになっていったんですね。エルビス・プレスリーとかビートルズがロックを世界中に普及するきっかけを作ったり、アメリカの白人たちが、ハードロックを生んで、ロンドンでは労働階級の白人が、パンクを生んでと、そういうふうにですね、ロックはそれぞれの地で、様々な文化を混ぜて進化していったわけですね。でも、ヒップホップの創世期っていうのは、黒人たちが、自分たちがのし上がるためにやっと手にしたアートフォームだったわけで、それはゲットの黒人のものだったわけですね。そのスタイルだけを他の人種が盗むことは盗用だとか、真似事だとか言われた時代があったわけですが、これだけヒップホップというカルチャーが成熟してたくさんの黒人の成功者が生まれて、ヒップホップは世界中で愛されてきたと、そのレゲエのマイティクラウンの話と一緒ですけど、人種が違っても同じルールの中で、様々な表現者が生まれることを、良しとされてきたわけですね。その時代の変わり目っていうのがまさにここ数年だったと思うんですが、そうやって世界中で市民権を得て、本家アメリカの黒人たちも、ある種公認で、世界中の人がヒップホップをやれるという状況になったわけですが、ではそうなったら何をしても OK なのかと、いう問題が残りますよね。やっぱりどこまで行っても、オリジネーターはアメリカの、ブロンクスのこう黒人カルチャーだったわけですよね。それはもう変わらない事実なわけで、それに対してリスペクトをちゃんと込めること、例えばしっかりと歴史を把握するとか、どんな時代背景でどんなことがあってこのヒップホップという文化が生まれたのかと、そういうことをちゃんと理解した上で、そのそれぞれの国や個人の表現をそこに、上乗せして、進化させていくということが大事なんですね。これは東洋とは言われないと、その文化をちゃんと尊重していて、外側の人間としてあくまでも文化をお借りするっていう、マインドで触れていれば問題がないということですね。逆に言うと、それができてないものは全て東洋と言われても仕方がないわけですね。そのように考えるとですね、非常にわかりやすいと思うんですが、ちょっとこれは打足になりますが、例えばですね、そのヒップホップの場合関係ない外野、例えば、黒人の真似事と言ってくる、同じ人種の日本人の言葉っていうのはどうなのかというと、これはですね、正直東洋という、側面からは関係ないんですね。あくまでも文化のオリジネーター、ヒップホップでいうと黒人たちがどう思うか、これが東洋か否かということで、文句を言ってくる外野の日本人っていうのは、正直無視していいわけですね。ちゃちゃを入れたがる人っていうのはね、たくさんいるので、じゃあ例えばそういう人は、洋服を着てるあなたも、文化の東洋だし、アメリカで生まれたじゃあ野球をやってる人も、文化の東洋、全て東洋になってしまうわけですね。ちゃんと深く文化を理解して、そこにリスペクトを込めて借りると、お借りするということ、その上でオリジナルの人たちも超えるぐらいの、努力を重ねていくこと、例えば、相撲の世界に外国人が入ってくることも、これはウェルカムだという気持ちをですね、持たないといけないわけで、外人の真似事ばかりやってるんじゃないっていう人たちをですね、気にしていると、その文化は発展していかないわけですね。西洋音階の、音楽をやってる、それを売る、日本のレーベルを運営している自分が、感じることは本当にそういうことですかね。ここ3週間にわたってですね、かなり深い話を、させていただきましたが、こういう話をですね、こう重苦しいと言って、敬遠されてしまうことも多いんですが、できればですね、こういう話はもっとカジュアルにこう話せるような、日本になってほしいなというふうに思っていますね。
まあ、そういった意味でこの放送はすごく意味のあったことなんじゃないかと、勝手にまあ自負していますが、まあ、この放送を OK してくれたこの BFM にもですね、感謝しつつですね、今日は僕の話を終わろうと思います。ありがとうございました。78 Music Curate BFM をお聴きの皆さん、こんばんは、ひろあきです。ここからのコーナーはですね、毎週、折り紙のアーティストが、まあ、ジングルをね、リレー形式で作っていくというコーナーになっております。で、今週は僕のターンということで、今まで、どんな感じになってるかというのをここで一回聞いてみようと思います。いただきました。すごいですね。なんか展開もすごい面白くなってて、で後半はなんか、まあ、ドラムベースっていうんですかね、まあ、ちょっとリバースのギター、あの反転させてるギターとかも入って、なんか雰囲気的にちょっとだけあのフライングロータスっぽいような気もするんですけど、前回の自分のターンの時は確かサックスを入れて、でまあ、サックスだけだとちょっと恥ずかしいかなってことで、あのコーラスも重ねてったんですけど、まあ、サックスはなくなってるけど、そのコーラスが残っていい感じに散りばめられたり、あと、ピアノであのコーラスのフレーズをあの弾き直したりみたいな感じで、なんかすごい不思議な感じでもあるけど、後半すごいエネルギーが溜まってる、爆発するぜみたいな感じがちょっとあったんで、まあこれをね聞いてちょっと思ったのが、まあ自分の声は残ってたんですけど、まあ今回は、自分のそのコーラスというか、まあサンプルをですね一回抜いてみて、で、まあイントロのところにねちょっとしたなんかこう自己紹介じゃないけど、こうなんかシャウト的な、ものを入れてみようかなと思います。オレゴンプロダクション78 Music Curate。はい、こんな感じで、イントロに、折り紙プロダクションっていうのと、あと Bay FM っていうのをですね、入れてみました。なんか最近ちょっとだけ、気になってまた聞き直してる、まあ、UK のグライムって、まあ、ジャンルがあるんですけど、とかでね、なんかそういうプロダクションの名前をですね頭にこうシャウトアウトするっていう、まあなんかこう文化っつうんですかね、まあなんか流れがあって、でまあそれをちょっと、真似てみました。はい。で、まあ、コーラスをですね抜いたのもあるんで、ちょっと、途中寂しくなるかなっていう箇所もあるので、
真ん中辺の、マイキーが歌ってるパートに、後半からですねちょっと、コーラスも思いついたので、そのマイキーが歌ってるラインに、歌詞もね合わせて、ハモってみようかなと思います。オレゴンプロダクション、はい、こんな感じでコーラス重ねてみました。なんかギターの、リバースされてる反転されてるギター聞いてみると、なんかちょっとこうアラビアンというか、なんかこう中東なあの感じもしたので、なんかそれにうまく乗るような感じでちょっと、なんつうんですかね、高い音で、付け加えてみました。あとは、最後に出てくるドラムベースっぽい、セクションですよね。まあそこも、なんかちょっと面白い感じがしたので、まあラップっていうのかな。なんか、とりあえずこう、うまくあのビートに乗っかってみたいなと思って、ちょっと考えてることがあります。で、まあエネルギーが結構、出てるところなので、まあトラックに負けない感じでちょっと声も、なんだろうな、エネルギーありな感じでやってみようかなと思います。オレゴンプロダクション Bay FM 78 Music Curate。Give a damn to say what you wanna say. All the shit will come as karma, 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 cha. How many sleepless nights do I gotta wake up to? I gotta find some senzu now. Woo! はい、こんな感じで、声をですね、いろんなパートに散りばめてみました。いかがだったでしょうか。来週はですね、またシンゴッチが、これを元に新たな展開を、してくれるんじゃないかなと思いますので、ぜひ来週も聞いてください。今週のお相手はひろあきでした。はい、引き続きここのコーナーも僕ひろあきがお送りいたします。それではですね、早速一曲聴いていただこうかなと思います。Lucky Day featuring Yaba で How Much Can a Heart Take。 はい、お聴きいただいたのは
Lucky Day featuring Yeba で How Much Can A Heart Take でした。この、デュエットソングですね、今年の2月ぐらいだったかなに、Lucky Day がですね、EP っていう感じで、フィーチャリングボーカルをですね女性を招いて、6曲ぐらいかなやって、出したんですけれども、Table for Two っていうあのアルバムでいろんな恋愛ソングだったりとか、それ以外の、男女の関係の、曲をですね、いろんな、女性シンガーをですね招いてやってるんですけれども、その中でもこの曲がですね本当、一番好きで、イントロが、この EP にありまして、でその2曲目なので、実際歌ってる、曲の中では1曲目に出てくるんですけど、もう本当すごいいい曲だなと思って、でもちろん、ラッキーの、声も素晴らしいし、あとイエバのねボーカルもうなんかすごいエネルギーですよね、パワーもあるしテクニックもあるし、なんか声もすごいなんか引き込まれるし、そういった意味でラッキーとねいい感じで、コラボしてるなと思います。なんかもう本当歌い回しもすごい上手っていうか、かっこいいし、でリリックも多分付き合ってるカップルなんだけど、なんかこっから先どういう風にうまくいくか分かんないみたいな感じの、ことを歌っていて、そう、それがねなんかうまく駆け引き的な感じなところをですね2人がうまく歌っているなと思います。この曲はですねプロデューサーが、D マイルって言って、このアルバム通しても何曲かやってるし、あとラッキーデーの前のアルバムだったりも本当有名な曲で Roll Some More っていう、曲があるんですけど、その、曲もプロデュースしていたり、すごい本当今めちゃくちゃ売れてるプロデューサーです。それこそ最近流行ってるシルクソニック、ブルーノ・マーズとアンダーソン・パックがやった一曲の、Leave the Door Open って曲も、D マイルがプロデュースしていたり、あと Her の、I Can't Breathe っていう、曲も D マイルプロデュースしてるし、あと最近頑張ってる、R&B のシンガーでジョイス・ライスっていう人もいるんですけど、彼女の、アルバムの中でも、D マイルプロデュースしていたり、と本当に R&B の、シンガープロジェクトに本当に引っ張りだこな D マイルです。なのでね今日は、ちょっと最近気になっている、ベーシストという目線で、ピックアップしてみようかなと思います。この D マイルは、プロデューサーでもあり、ベーシストでもあるんですけど、どちらかというとやっぱり裏方で、シルクソニックのライブとかだと弾いてるのかな多分ね。だけどそれ以外のアーティストのライブは基本的に、弾くっていうよりかも基本プロデュースをしているっていう感じの、人なんですが、次の一曲はですね、プロデューサーでもありベーシストでもあるけれども、表に出てくる、人もね紹介したいなと思います。サンダーキャットとかはね、今でこそすごい人気もあるし、それこそ、ベーシストでありプロデューサーでもあり、表に出るアーティストっていうところでね、有名ですけれども、この人の曲をねちょっと紹介したいなと思います。ラファエル・サディークで Be Here featuring D'Angelo。 はい、お聴きいただいたのはラファエル・サディーク featuring D'Angelo で Be Here でした。この曲はですね、ラファエル・サディークが、ソロとして出したアルバムで Instant Vintage っていう、2002年かなぐらいに出したアルバムで、でこの曲 Be Here はディアンジェロフィーチャリングしてやってるんですけど、グラミーとかにもねノミネートされてるアルバムです。
で、まあ、ラファエル・サディークはもともとトニー・トニー・トニーっていうお兄ちゃんと一緒にやってるバンドだったかなで始まって、でそこからまあソロで、プロデュースすることが増えて、で、その後にはですね、ルーシー・パールっていう本当に僕大好きな、男女の、ユニットがありまして、でその、リーダーでもありプロデューサーでもありシンガーでもあったんですけど、そのグループを経てまたソロ活動をしていくんですが、その中でね、やっぱりディアンジェロに、プロデュースしたりとか、それこそレイリーっていう曲ですねとか、あとアンタイトルドもですね、まあ、ラファエル・サディークがプロデュースしてます。でもう本当にスーパープロデューサーでもあるんですけど、その後にも、それこそ、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーとかとちょっと一緒にやったりとか、あとはまあメアリー・ジェイ・ブライジだったり、あとは誰だろうな、あ、ソランジェだ、ソランジェとかもね、結構、アルバムプロデュースして、何だったっけ、クレインズ・イン・ザ・スカイか、すごいヒットした、曲も、ラファエル・サディークがプロデュースしてるので、もう本当にね、なんだろうな、まあ、スーパーヒットメーカーでもあり、本人の、自分のソロの活動もかっこいいし、何度もね、ライブ見に行ったことあるんですけど、なんかすごいシャープなんですよね。まあ、ベースも弾くし、でギターも弾くし、歌も歌うし、まあ、何でもやるんですけど、なんかパフォーマーとしても、スーツを、ね、ビシッと着て、それこそベルトしないぐらいの、感じで、なんかもう体つきも何ですかね、もう本当無駄がないっていうか、すごいワークアウトもしてるし、まあ、シュッとしてるんですよね。で、まあ、かっこいいなっていうのが、ラファエル・サディークに対する印象です。なのでね、本当にこの曲以外にも素晴らしい曲いっぱいあるので、よければ、ラファエル・サディークのプロデュース曲をもですね、聴いてみてほしいなと思います。はい、それではですね、最後に、紹介するのは、やっぱりこの人ですね、ピノ・パラディーノ、ピノ・パラディーノです。まあ、ピノはですね、もう本当に、いろんなアーティストの、サポートだったり、ツアーミュージシャンなんですけど、まあ、ベーシストですね。で、やっぱりディアンジェロが、僕の中ですごい印象強いんですけど、そのディアンジェロの2000年のアルバムのブードゥだったりとか、あと2014年に出したブラックメサイアと、その後のツアーもですね、ピノが一緒に回ってたりしてるので、もう本当に、皆さんが知ってるアーティストの、ツアー、まあ、縁の下の、力持ちっていうのかな、もう本当、サポートベーシストとしていろいろ回ってる人です。それこそジョン・メイヤーのトリオとか、あとジェフ・ベックとかも、やってたみたいですけど、最近はですね、なんとピノ名義、まあ、ピノ名義と言っていいのかな、ピノと、もう一人ギタリストでブレイク・ミルズっていう人がいて、その二人で、アルバムをここ、本当1ヶ月前ぐらいかなに出しました。で、なんかね、あ、意外とそのピノ・パラディーノ名義のアルバムってそんなになかったので、チェックしてみようと思ってチェックしたら、なんかこうすごいドラマーがいて、やっぱすごいグルーヴするっていう印象が強かったんですけど、このアルバムは比較的落ち着いていて、まあ、ベースの音色を楽しんだり、まあ、なんか、むしろドラムがいない曲とかもあったりして、あ、意外となんかアプローチは面白いなと思って、アルバム通して聴いていました。で、その、中からですね、一曲紹介したいなと思います。Pino Palladino and Blake Mills で Just Wrong。 はい、お聴きいただいたのは Pino Palladino Blake Mills で Just Wrong でした。いやー、もうなんかすごい癒される曲ですよね。ベース
ってどうしてもやっぱりあの縁の下の力持ち的な感じで、まあ、グルーヴを支えたりしてることが多いかと思うんですけど、この曲に関して言うとあの、まあ、メロディックに、行く瞬間もあるし、あと本当なんか支えてるっていう瞬間もあるし、まあ、ピノのね、淡々と行くストイックさと、あと、まあ、ちょっと遊ぶ、ところもね、あの聞けてすごいいいタッグだなと思って、このアルバム通してすごいあのつるっと聞いてるんですけど、でもこの曲すごいなんだろうな、面白い仕掛けがたくさんあって、まあ、ブレイク・ミルズはギタリストですけど、それ以外のメンバーで、サム・ゲンデルっていうサクソフォンの、プレイヤーがいて、で、ね、聞いていただいて分かったと思うんですけど、普通にサックスが入ってる瞬間もあるんだけど、サックスを、まあ、機材を通して、まあ、ハーモナイザーっていうんですかね、で、を通して、まあ、本来サックスってね、一応単音で出すものだと思うんですけど、その機材を通すと、まあ、和音になって、出るんですよね。で、その和音の仕掛け具合が、ちょっと、なんだろうな、普段聞いたことないような感じの、メカニックな瞬間もあるし、で、すごい優しいトーンの時もあるしっていうので、すごいこのサム・ゲンデルっていう、サックス、奏者にですね最近注目しています。それこそ僕の好きなシンガーソングライターでモーゼス・サムニーっていう人 の、NPR のコンサートでも彼サム・ゲンデルがフィーチャリングされて、彼も、ツアー一緒に回ってたりしました。で、ね、本当このピノ・パロディーノ&ブレイク・ミルズの、NPR のコンサートもつい1ヶ月前だったっけな、オンエア開始されたんですけど、そこでも、サム・ゲンデル吹いていて、やっぱそのライブミュージシャン、ピノ・パラディーノとか本当ライブミュージックの中ですごい大、もう本当トップ中のトップだと思うんですけどの、NPR のコンサートに、まあ、ブレイク・ミルズと、まあ、サム・ゲンデルとあとまたドラム の人がいるんですけど、もうね、なんか本当ライブミュージックで、あ、ここまでできるんだなっていうのをすごい感じて、それもすごい素晴らしいので、ぜひね、NPR のコンサートも見ていただきたいなと思います。で、このレコーディングに関して言うと、途中で、ドラムが、すごい、なんつうんですかね、グリッチーっていうか、普通のグルーヴじゃなくてちょっと、トリッキーな感じで出てくるんですけど、これは、クリス・デイブが叩いてます。やっぱね、クリス・デイブと、ピノの、タッグもね、やっぱすごい面白いので、これからもですね、何かね、ピノが、やる作品には、関わる作品には、まあ、クリス・デイブだったりとかいろんな素晴らしいミュージシャンが出てくるんじゃないかなと思って、今後もピノのね、活動も、チェックしていきたいなと思います。はい、まあそんな感じで3曲セレクトしてみましたが、いかがだったでしょうか。まあベーシストですね。まあなかなか表には出てこない、ポジションというか、まあ一の、楽器だったりすると思うんですけれども、まあプロデューサーであったり、それこそシンガーであったり、あと自分のね作品を出したりっていう点で、面白い、いろんなベーシストいるんじゃないかなと思います。大好きなベーシストを、紹介してみました。そして来週はですね、彼も、僕の大好きなベーシストでありプロデューサーでありレベルメイトでもある、シンゴ鈴木のターンです。ぜひ皆さん来週も聞いてください。今週のお相手はひろあきでした。ありがとうございました。7-8 Music Curate。この時間は折り紙プロダクションズによるサウンドキュレーションをお楽しみいただきました。気になるサウンドに出会えたあなたは 7-8 ミュージックキュレートのホームページにアクセス。プレイリストなどのアーカイブ、リンクほか詳しい情報をぜひチェックしてください。 Hope you enjoyed 7-8 ミュージックキュレート。 Bye for now.